広島弁講座を始めようか。やめこい。標準語では面倒くさい、英語ではハッスル。もう一回言いましょう。やめこいは、やべこわ。しもうた。標準語ではしまった、英語ではうっす。もう一回言いましょう。お客様の前でやばいことを言うてしもうた。いつもすいません。わしんち、うちんち、標準語では私の家、英語では my home。 もう一回言いましょう。うちんちが近いけ行こうや。うんちが近いけ行く。うんちってよ。いたしい。標準語ではリラックスができない状態、英語では uncomfortable。もう一回言いましょう。ほら、いたしいだろ。いたしいか。いたしいだろ。いたしいだろ。いたしいだろ。しっかりサポート、安心の日々送りましょう。